続いて、はい、東京都世田谷区にお住まいのラジオネームこたつの端っこさんからいただきました。水木奈々さん、西川貴則さん、こんばんは。こんばんは。アニメも始まって発売日も近づいてきて、革命デュアリズムを耳にする回数が増えてきて、はい、聞こえるたびにテンションが上がっている日々を過ごしています。うん。CM では奈々さんと西川さんが向かい合って歌っている映像が流れていますが、うん、いくら仕事とはいえ、二人っきりで顔を見合ってということで恥ずかしかったりしませんでしたか？僕なら恥ずかしいです。そりゃ そうだよね。いや、それは恥ずかしかったですよ。はい、最初まずテストでね、はい、向かい合ってこうカメラのアングルとかもあるんで。そうなんです。で、どのあたりを、お顔のどのあたり見ればいいですかって、うん、はい、ありましたね。恥ずかしくて。そう、なんか逆になんかもうそのなんかね、そうで、ガラスというかね、あれ1枚挟まってたんですよね。アクリル板のようなものが、お互いそれぞれのね、そうなんです、それぞれの世界を、はい、まあ、はい、その見えないものでこう、まあ、分けてるという、そうそうそう、うん、でその中でこうお互いがこうそれをこう挟んで、はい、お互いの気持ちをぶつけ合うみたいなね、はい、まあでもなんか最初は本当にまあとはいえ、だってもう半年以上あの段階でもね、そうですね、一緒にいる時間とかも随分あったりとかしてたんで、はい、あれいきなりだったら、だからこれ1曲目じゃなくて本当に良かったと思いました。だから本当にね、最初はだからまあこう徐々にですけども、はい、こう僕からするとですね、はい、水木さんの左耳ぐらいからスタートしてちょっとずつ、ちょっとずつ、いやでもそれで左目にかかったぐらいで始まって、はい、あで、まあ、回数重ねていくと、はい、もうあんまりね、逆にもうなんかもう歌い始めちゃうと、そんなこと気にしてる場合でもないっていうか、そうなんです。なので音が始まるまでは、うん、こうちょっと目を私もそらしていて、ね、でチャララララチャララララって始まった瞬間にグーッて見て、そう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 、伝説のからちゃんと見るっていう、いやだから決めていて、僕分かったのは、はい、その時、いや水木さんも僕と同じようにやっぱこうスイッチ入れる人なんだなっていうのはすごく分かりました。そうじゃないとダメなんですよ。音はだから本当イントロ始まるといきなりスイッチ入るから、入ります、あります、ね、だから全然恥ずかしくなくなるんです。あれがだから何が辛いって、うん、あの曲がここまでっていうところは、はい、そのまあ、演出の監督の方が、はいはいはい、もうこれまでですよっておっしゃって、はい、まあ、切り上げるんですよね、はい、それ突然切り上がるんで、はい、これが音が止まった瞬間、はい、ってなります。ほらこうさっきまでホームでなんでそのマジやってあんでしょってプシッなんかね、そうそう、ホームであんだけちょけてたのに、扉が閉まった瞬間からもう途端にこう心が閉じるみたいな。そうなんです。だから私思い出したんですけど、1曲目のクリップの時がすごい大変だったんです。だって初めて一緒に映像を撮るじゃないですか。そうね、そうね。で、リップシンクじゃなくて西川さんと対面してセリフを言わなきゃいけない、音楽が鳴ってない状態で西川さんが上半身裸なんですよ。そうですね。だから私もうどうしていいのか分からなくて、そうでしたね、っていう。いや、あれだって僕本意じゃないですよ。そうなんですか。僕が見たいみたいなテンションじゃないですよ。演出上そういう、だからこうあれは、はい、まあ、もしやったらペロ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 のビデオとかもしか見ていただけると嬉しいんですけど、あれは要はその、はい、まあトランスポートというかその石だけが飛んで、そうですね、はい、その 3D、まあ、映像みたいな形で転送されているので、はいはいはい、石の、そうなんですよ ね, ね、だから何も身にもまとわず石だけが飛んできてるっていうことだったんで、僕もだからあれですよ、実際映像になった時に、はい、ケツまで加工されてると思わなくて、あ、お尻出てる設定だったんだみたいなのは後で知ったぐらいですか。そうあ、ケツ出てんだみたいな。ちょっとびっくりしましたけど。そう、ケツ丸ごと出てましたからね、僕。あ、こうなんか、ともすると全裸で水さんが立ってるみたいな状況に。それはちょっと。慣れてるのかしらと思って。まあまあ、でも、そうでしたね。はい、いきなりもうだからもう水木さんもだから目を見ていいのか乳首を見ていいのかもうチラ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 これが目は泳いでません。巨乳キャラの子がよく見るなんか分かるんですよね、胸見られてる時の瞬間って分かるんですよねみたいな、胸散らしてる水木さん見てない、来てるな、違う、確認一個ずつ確認されてる、ちゃんと目見てます。
ましたって。そういうことがもう あれか、引きで見るともうここが本体、この目がこっちが目に見えてるの、あのね、ほらね、鳥よけのほらどっかのババアがあのベランダにつけるほら風船みたいに、ここが目に見えてんじゃないかっていう不安で。違いますよ、そんなことないです。ちゃんとお芝居に入って顔見てましたから。そうですね、本当にもう、はい、ありがとうございます。はい、この後はですね、初めて尽くしのリッスンらしく他のラジオでは登場しない初めてのゲストをお招きします。ゲスト？もう2人でやるにもかかわらず。